皆様、こんにちは。楽天証券株式デリバティブ事業部、金融サービスデザイナーの末政蓮華と申します。本日は、小額から始める国内株式投資、株ミニ株積みというタイトルで、今年スタートいたしました新サービスの株ミニと株積みの魅力ですとか、活用方法についてご紹介いたします。それではどうぞよろしくお願いいたします。楽天証券では、 4月17日より、株見に、いわゆる単元未満株取引のサービスを開始いたしました。小額から国内株式に投資できるようになったため、投資経験者の方々だけでなく、投資初心者の方々にもお取引いただいておりまして、リリース当初から非常に SNS 等でも話題になっております。本日はまず初めに株見に、 いわゆる単元未満株取引といったものはどういうものなのか、どういったメリットがあるのかについてお話しいたします。通常株取引をする際には、1回の注文で1単元、つまり100株まとめて購入する必要がございます。例えば1株2000円の株を購入したいと思った時には、100株まとめて購入する必要がございますので、 20万円の資金が1回あたりに必要になってまいります。しかし、単元未満株取引を行うことで、一単元に満たない株数、つまり一株からでも購入することができるようになります。つまり、先ほどと同じ一単元100株で20万円するというような株でも、100分の1の2000円から購入することができるようになります。次に、 単元未満株取引の魅力についてご紹介いたします。まず一つ目は分散投資がしやすい点です。小額から国内の様々な企業に投資できるようになりますので、業種に分けて幅広く国内株式の投資をすることはもちろんのこと、米国株式や投資信託などと組み合わせて購入するような資金の余裕もできるかと思いますので、 よりリスクを分散させながら資産づくりを行うことが可能になります。二つ目は、一株からでも配当金を受け取ることができるという点です。株ミニでは株数に応じた配当金を受け取ることもできますので、例えば一株だけ買った場合にも配当金を受け取ることができます。続いて三つ目は、リアルタイムで取引が可能であるという点です。 日ばかり取引ですとか、楽天銀行と楽天証券の口座を連携させる、マネーブリッジ、自動入出金サービスにも対応しておりますので、入金の手間なくお取引いただくことも可能です。また、通常の単元未満株取引では、寄付取引と申します、株式市場が開いたタイミングで購入するといったような、 方法が一般的なのですが、株ミニの場合、リアルタイム取引対応の銘柄でございましたら、通常の株取引と同様に、市場が空いている時間、9時から11時半までと、12時半から15時までですね、この時間に株価を見ながらお取引いただくことが可能になっております。そのため、利益を狙うチャンスが非常に多く、 積極的に利益を狙いたいけれど、大きい額で単元株で取引することに不安を感じている方にもおすすめとなっております。続きまして、4つ目の魅力は、楽天証券のスマートフォンアプリ、iSpeed にも対応している点です。スマートフォンから簡単に操作できますので、いつでもどこでも取引ができるようになりました。隙間時間に株価を見てみて、 買いたいと思った銘柄を見つけたタイミングで、そのまま注文することができるようになりましたので、非常にお取引しやすくなったかと思います。続きまして、5つ目の魅力は、楽天ポイントが使える点です。普段のお買い物でたまったポイントを使って取引ができますので、気軽に投資を始めることができます。ここで株身の活用方法として、 一つご紹介させていただきます。例えば、たまった楽天ポイントで、後輩と銘柄を購入することで、元でゼロで配当金、いわゆるインカムゲインを得ることも可能です。ただし、ポイントを使って国内株式を購入される際には、口座にご入金いただいております現金を使って購入した後に、ポイント利用分をキャッシュバックいたしますので、 一時的に現金の資金は必要になる旨ご了承ください。続きまして、6つ目の魅力は、小額からでも株主優待の権利をもらうことができるという点です。株ミニでご購入いただきました株は、お客様の名義で買い付けされますので、100株以下で株主優待を付与しているような銘柄でございましたら、 少ない株数からでも株主優待の権利を獲得することができます。ここで株民の活用方法として少ない株数で優待を実施している企業を紹介させていただきます。こういった銘柄の通り銘柄によっては一株からでも株主優待の権利を得られる銘柄もございますので株主優待獲得をきっかけとして小学から株民を使って投資を始めてみるのも おすすすめです続きまして、株積み。国内株式積み立てについてご紹介させていただきます。株積みは、国内株式を1株、または3000円から自動で積み立て購入することができるサービスです。購入するタイミングも、毎週、または毎月で設定できますので、ご自身のお好きなペースで、憧れのちょっと値段の高い後輩当銘柄ですとか、 ずっと欲しいなと思っていた株主優待を目標にコツコツと積み立てを続けることができます。ここで株積みのメリットについてご紹介させていただきます。株積みは先ほどご紹介いたしました株ミニの対応銘柄でございましたら細かく株数を指定してお買い付けいただくことも可能です。例えば123株など 1>, 1株単位で購入する株数を選択することができるようになっております。二つ目は先ほど株民のご説明の際にもご紹介いたしました自動入出金サービススイープ機能にも対応しているという点です。スイープの機能を設定いたしますと楽天銀行のお口座に資金がございます間は自動的にその資金を使って積み立てが継続されますので 設定さえしてしまえば、ほったらかしてそのまま投資を続けることが可能になっております。手間なく株主優待や配当金を楽しみに将来のための資産づくりを続けていくことができます。また、株積みでも楽天ポイントを利用することができますので、楽天ポイントの使い道に困っている方はぜひ一度お試しいただければと思います。 本日ご紹介いたしました株ミニや株積みは NISA でのお取引も可能となっております。2023年中は株ミニ、株積みどちらも一般 NISA でお取引いただけますし、2024年以降に始まります新 NISA でも成長投資枠の中で株ミニ、株積みをお取引いただくことが可能となっております。例えば2023年中に一般 NISA で 株積みを使って国内株式の積み立て設定をした場合には新 NISA の対応の銘柄でございましたら2024年の新 NISA になったタイミングでもそのままの設定が自動的に引き継がれて新 NISA での枠でお買い付けが続きますのでお客様の手間なく積み立てを続けることが可能となっておりますもちろん NISA 座内でのお取引は非課税となっておりますので ぜひ、まだ認査講座をお持ちでない方は、まず認査講座をお申し込みの上、楽天証券で株見に株積みを始めてみてはいかがでしょうか。本日の講演は以上となります。ご清聴いただきありがとうございました。この後も株式投資アカデミーお楽しみいただけますと幸いです。